んにちは、まーです。グラサンもやっていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと1週間ぐらいかな、間が空いてしまってすいません。お久しぶりです。はい、ということで今日はですね、氷結無糖レモンをお供にやっていきたいと思います。いただきます。あー、美味しい。はい、ということで何？突然の ASMR みたいな感じなんだけど、今日はですね、6月の、22日火曜日ということで、ついに明日からシャーマンキングコラボが来ます。まあ、前にもね、言ったようにあまり知らないんですけど、やっぱりこのね、新コラボっていうのは非常にワクワクしますね。はい。ということで、今、9時頃の時点で出てる情報を皆さんと雑談していけたらなと思います。はい、なのでちょっとね、それ以降に出た情報は、ちょっと今回の動画では紹介しきれないんですけど、一緒に見ていきましょう。はい、ということでお知らせですね。まずあれだね、明日のアップで、2時から6時。で、シャーマンキングコラボ。で、コラボイベント。クエスト、あの世とこの世を結ぶもの、前編。で、超英雄祭、×シャーマンキング、前編。装備も付属。コラボステップアップ召喚、前編。コラボチケット。いつものコラボオールスター錬金召喚、前編。めっちゃ前編。コラボ限定宝具召喚、コラボパックの販売、ログインキャンペーン限定ミッション。で、地味に嬉しい強化大成功 100% キャンペーン、マルチお手伝いキャンペーンということで、はい、今回はまさかのね、前編後編がね、分かれてきました。で、これもともと出てた情報なんですけど、まあ映ってる限り、まあ見た通り、こう4キャラいるんですよね。で、まあきっととまあガチャさんだろうと思ったし、まあもしかしてなんていうの、私が前言ってた予想は、まあ、ガチャさんで悠々白書みたいに確定チケが来てみんなラック上げれるんじゃないかと思ってたんですよね、この動画を出した頃は。で、まあ確認なんですけど、ごめんなさい、読み方未だに分かってないですけども、朝倉さん、アンナさん、レンさん、ハオさんと4キャラいますよね。はい。で、一番新しい情報はこちら。まさかのですね、噛んじゃったんだけど、まさかのですね、前編、ガチャも前編で、この2キャラが今回輩出ということで、なので、おそらくというか、まあ確実に残りの2キャラが、後編ということですよね。でもさ、あれだね、あれみたいだね、転生したらスライムだった件だっけ、転スラの時もさ、なんか復刻の時かさ、年末年始またぐ時だったっけ、なんかさ、クリスマス仕様とさ、お正月仕様みたいなのありましたよね。なんかあんな感じなのかなっていうね。だからしかもなんか見た感じ確定チケは来ないのかなっていう悲しみ甘かったね、ちょっとね、そんな世界は甘くなかったね。で、優勝クリスタルで召喚の中に、装備も付属のステップアップ、狙い撃ち系が入ってくると。ただ狙い撃ちは6月30日からということですね。はいはいはい。で、オールスター錬金召喚のみ、後編でもこの2キャラが登場しますと。なるほど。ということは、あれだよね、後編で引いた方が良さそうじゃない？きっと後編から追加の2キャラも含まれてるだろうからね。ただ、このチケット召喚はしっかり前編って分かれてるんだね。なるほど。あれ？あのさ、このさ、ログボでもらったチケットもさ、前編とかってなってたっけ？
あ、でも書いてるね。全編コラボ召喚チケットって書いてたね。わ、全然見逃してたわ。そっか。ただただストーリーがなんか分かれるぐらいな甘い考えしてました。で、まあ、今回、このガチャが来て、で、性能がね、ちょっと出たので、見ていきましょう。いやー、やっぱステップだよね。まあ、私みたいな無課金はもう、チケット、まあ、これで引いて、最初無償だよね、確かね、いつも通りね。でしょ？で、まあ、あとはチケットと、多分もう一つ、闇ガチャが、ステップアップ以外の闇ガチャがいつも通りあるとは思うんだけど、あとはもう錬金、オールスター錬金、5000で狙うのって結構きついと思うんだけども、まあそこで狙っていくっていうところなのかな。あ、ちょっと待って。え、ステップ1は優勝5個？え？あ、何？え？ちょっと待って。あ、こっちか。ごめん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 。ステップアップじゃない方で、初回のみあれなのか。そっかそっか。あれ？今までさ、ステップアップってステップ1だけ無料でできたりしたよね。なるほど。今回はステップ1から。あ、なるほどですね。変わったんだ。で、このように装備も付属してくるよと。なるほど。まあ私は無課金なのでおとなしくしてますけども。で、性能ですね。この朝倉さん。炎属性。装備は物理魔法援護。新奥義、オイラの一撃。48000パーの炎属性物理ダメージ。20秒間味方全体の奥義ゲージ4アップ。味方炎属性の攻撃力 100% アップ。いいですね。奥義。22000の物理ダメージ、15秒間味方全体の物理ダメージを、奥義の発動回数かける20%アップ、最大120。へえ、なるほど。で、スキルがスキルを使用するたび自身のダメージ20%アップ。なるほどね。まあ、どんどん新奥義で回しつつ、って感じになるのかな。アビリティシャーマン。自身が状態異常でないとき、奥義ゲージ3自然上昇。お、いいですね、これ。瀕死時にダメージ 10% アップ。瀕死時に非ダメージ 10% 軽減ということで。はい。いいですね。なんか、炎属性ってとこがまた嬉しいよね。うん。なんかこんなに、なんだろうな、奥義ゲージ上げれるキャラって、あんまいなかったんじゃない？炎って。忘れてるだけかな。次、このなんか怖そうな名字にアンナさん。緑。貴族性。魔法防御魔法。いでよ式神。35000パーの貴族性魔法ダメージ。20秒間味方全体は敵の防御力100%無視。来ました、防御力無視。味方貴族性ユニットのダメージ50%アップ。奥義がですね、13000の貴族性魔法ダメージ、味方全体の奥義ゲージ20アップ、15秒間敵のダメージ 25% ダウン。スキル、お黙りなさい。8秒間敵の回避率 10% ダウン。この人めっちゃ良くない？てかこのね、個人的にこの防御力無視系あんまり持ってないからすごく欲しいです。そしてこの人はさ、プラスこの何？奥義でさ、ゲージ回したりさ、相手のダメージダウンさせられたり、しかもこのスキルでさ、回避率下げたりとか、結構いいですよね。で、アビリティは味方の炎貴族性ユニットのダメージが 40% アップ。重複なし、あ、重複？敵がブレイク中ダメージ 20% アップ。装備スキル CD 速度 10% アップ。へぇー。いいですね、いいですね。いいね、いいね、いいね。しかもこのさ、アビリティでさ、炎と木のダメージを上げてくれるところが、いいね。なんか、これ使えってことなの？一緒に。いやー、いいですね。
欲しいな。まあ、木割と潤ってる、あの個人的には。ただこの防御武者やっぱでかいよな。いや欲しいな。はい、ということでこのコラボチケット召喚全編と、はい、であとオールスター召喚、まあなかなかね闇かなと思いますけど、はい、ということで以上かな。あとちょっと待ってね、ツイッターの方にも情報が追加されてないが一応確認します。出てないですね。はい、ということでちょっとまあ今の時間9時過ぎの時点ではちょっとここまでになりますね。はいはい、ということでまあ以上になるんですけど、まあなんだろうね、この、まあ、2キャラがね、2キャラ2キャラで分かれてきたっていうところで、まあ、ご利用は計画的にっていうところだよね。まあ、まずチケットはかき集めましょう。まあ、ログインも欠かさずだし、きっとイベントとかなんかミッションまだ出てなかったけど、何枚かもらえるんじゃないかなと思うので、あと交換所にもあるんじゃないかな、今までの感じだと。どうかな。まあ、その辺、明日にならないと分かんないことですけど、うん。あとは、このコラボのオールスター錬金は後編にまとめて引いた方がいいかもしれないね。前編のも後編出るって書いてあったから。うん。かなぁ。まあ、あとはね、もうね、課金してますよって人は、もう、ぜひぜひ。ぜひぜひっていうか、ステップアップでね、きっとピックアップの確率も上がって、装備もついてくるのでね、あ、だいぶお得なのかなと。必ずついてくるんでしょこれ、違うの？そうだよね。おまけでつくんだもんね。うん、いいよいいよ。いいですね。はい。で、あとあれだよね。コラボの宝具召喚も来るから、だから本当に石の、やりくり。やりくりちゃんとしないといけないね、今回ね。で、なんだろうな。まあ、ちょっと時期は空くけど、もうちょっと先だけども、言うても6月だからさ、今度グラ様も5周年になるのかな？そう、だし、クロスザブレインズじゃなくて、ごめんごめんごめん、なんだっけ、ファントムスナイパーズもまだまだこう新キャラが出てくるっていうところで、本当にご利用は計画的んだと思います。きっとコラボ終わったらまたすぐそのスナイパーズとかやって、なんかガチャを引かせよう、引かせようって言い方悪いけど、そういうタイミングがいっぱい来るんじゃないかと思うので、うん、ちょっとご利用は計画的にだわ、本当に。はい、まあ、無課金の人はね、私と一緒に頑張りましょう。イベントこなすなりね、なんなりしてちょっと石を集めて、はい、やっていきますか。まあ、チケットでくればね、マジでありがとうって感じなんだけど、はい、ということでごめんなさい、なんかダラダラ喋っちゃったけど、皆さんもね、今回のこの性能なりイベントの感じなり、まあ、まだ詳細あんま出てないけど、感想等をね、教えてもらえたら嬉しいなと思います。はい。私はちなみに今出てるこの2人の性能を見た感じ、両方欲しいなと思っちゃいました。はい。はい、ということでね、よければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。